私はラム、都内の企業で OL をしている。そんな私の最近の密かな楽しみ、それは皆さんこんにちは、ゆいめろだよ。ゆいめろの生配信を見ること。あ、このアクセサリー去年私があげたやつだ。このアクセ可愛いでしょ。誕生日に友達にもらったんだ。そう、実はこのゆいめろ、本名川島ゆいは私の大学時代の友人なのだ。気に入ってくれてるの嬉しいな。どうしよう、コメントしようかな。あー、でも配信見てるのゆいには言ってないしな。ゆいが配信者として活動していることを知ったのはつい先日。大学時代の友人と居酒屋で飲んでいた時のことでさ。あ、ゆいめろからの通知だ。ゆいめろ、何、流行りのマスコットキャラクター？違うよ、ゆい。今あの子、生配信アプリで結構有名な配信者なんだよ。配信者？あの子、大学の時はどっちかといえばおとなしい性格だったのに、配信だと結構喋るのよ。しかもそれが割と面白くてさ、リスナーも結構いて、可愛いってコメントがいっぱい。ほら見てみ。え、これゆい？別人みたい。ラムも暇な時見てみなよ。アプリはここからインストールできるからさ。そう友人に勧められ、見事に私もゆいめろにハマってしまったのだ。やっぱり面白いな、ゆい。なんだ、ずいぶん楽しそうじゃん。何見てんの？ああ、帰り。お昼休憩中、いつものようにゆいの配信を見ていると、高校時代の友人で同僚の帰りが声をかけてきた。友達の配信見てたの。配信？ああ、最近流行ってるよな、そういうの。どんな子？ほら、この子。ん？おお、可愛い子だな。友達なの？紹介してくれよ。え？この時私が躊躇した理由は2つ。まず1つ、このカイリという男、イケメンで仕事もできるので社内でも女性人気は高いのだが、思ったことを素直に口に出してしまう、悪く言えばデリカシーがないのだ。そしてもう1つ、それは配信中のユイメロと実際のユイが別人のように違うことだ。久しぶりだね、ラム。話って何？いや、実は私の同僚でユイのこと紹介してほしいって人がいてさ、配信ではメイクと加工でかなり盛りまくっているようで、このビフォーアフターの差をカイリが受け止められるかどうかを懸念していたのだ。え、なんで私？あ、もしかして私のファンだったりする？やっぱりバレちゃってたか。私がユイメロだって。もう人気者は困るな。さすがだね、ユイ。あれ、ユイってこんな子だったっけ？まあでもファンを大事にするのがユイメロだし、ラブも大事な友達だしさ、紹介されてあげてもいいよ。あ、でもただしイケメンに限るってやつね。あとできれば身長180センチ以上で年収1000万円超えだったら嬉しいな。身長は割と高いしイケメンだけど、年収はまだそこまでいってないかも。そういえば今彼氏はいないの？うん、なかなか私のお眼鏡にかなう色男がいなくてね。彼氏ができて配信頻度が落ちちゃったらファンも悲しんじゃうし、今はゆいめろとしての活動が忙しいから、彼氏ができても構ってあげられないかなって。そっか、残念。ちなみにさっきイケメンって言ってたけど、写真はあるの？あ、この前社員旅行で撮った写真ならこの人なんだけど。うん、どれどれ。え、なに、超イケメンじゃん。この人が私のファンなの？やば、超嬉しいんですけど。あ、いや、ファンでは。いいわよ、紹介受けてあげる。ラムのお願いじゃ断れないしね。そう。じゃあ連絡先教えておくね。2人を引き合わせることに不安はあったものの、ユイもカイリに好印象を持っているようだし、とりあえず私はカイリにユイの連絡先を教えることにした。なあ、今週ユイちゃんと食事行くことになったんだけどさ。あら、早速？うまくやってるみたいね。よかった。ラムも一緒に来てくれないか？え、なんで？いや、俺何気に紹介で女の子と会うの初めてだし、あんま喋る方じゃないから会話続かなそうだから、ラムがいてくれた方が気が楽っていうか。でもユイはなんて言ってるの？ラムがいいならいいって。私は別にいいけど、まあ2人がいい感じになったら途中で帰ればいいか。当日、ユイもうすぐ着くって。おお、お連れ様が見えました。あ、来た来た。お待たせー。お洋服選んでたら遅れちゃった。テヘペロ。誰？もうやだ、カイリくんってば超面白い。ユイメロこと川島ユイです。てかカイリくん、写真よりイケメンなんだけど。あ、お隣失礼します。みんな何頼んでんの？ユイはお酒弱いからオレンジジュースにしようかな。これはまずい、カイリが明らかに引いている。
じゃあ飲み物来たら乾杯するとして、食べ物をどうする？私枝豆とだし巻き頼もうかな。二人は？じゃあゆいはタコワサ。つまみの趣味は渋いな。カイリは？じゃあ唐揚げとポテト。いいね、さすが男の子。じゃあ注文するね。すみません、じゃあ乾杯。乾杯乾杯。ラムから聞いてたけど、本当にカイリ君ってクールなんだね。それとも有名人を前に緊張してる？いや、緊張っていうか、あまりに配信の時と顔が違う。やばい。私ビールもう一杯頼もうかな。カイリも飲むでしょね。おう。そうだねえカイリ君、今日のユイいつもより少しナチュラルメイクにしてみたんだけど、どうかな。カイリ君は濃いメイクと薄いメイク、どっちの方が好み？いや、メイクどうこうの問題じゃなくね、あまりにも顔が違いすぎてまだ脳が処理できてないんだ。私はユイは濃いメイクの方が似合うと思うな。もちろんどっちも似合うけど。ちょっとユイはカイリ君に聞いてるんだけど。あ、ごめん電話だ、ちょっと席外すね。うん。おい、どういうことだよラム、あんなの詐欺じゃねえか。そんなこと言われても、紹介してって言ったのはあんたでしょ。そうだけど、あんな勘違いぶりっ子女だなんて知らなかったんだよ。顔の違いにも驚いたけど、あんな自信持ってガツガツ来られるとさすがに引く。 LINE では普通の子ぽかったのに。私だってびっくりしてるよ、大学の時はあんな子じゃなかったから。なんとかその場を丸く収めようと奮闘したが、カイリの不満が爆発する前に今日は早くお開きにしようと考えた。お待たせ。あ、ユイ、カイリがね、休養ができたみたいで帰らなきゃいけないんだ。私は残れるけど、ユイどうする？そうなの？カイリ君帰るならユイも帰る。ラムごめんね。そう、じゃあ私も帰ろうかな。こうしてこの日はなんとか乗り切ることができた。なんで私がこんな疲れなきゃいけないのよ。もう絶対仲介役なんてしないんだから。お疲れ。カイリ君ほんとイケメンだった。ユイ、カイリ君に告白しちゃおっかな。マジかよ、なんで今日のカイリの態度でいけると思ったんだ。鈍感にも程があるでしょ。このまま何事もなかったように穏便に済ませてほしいのに、自ら地雷を踏みに行かないでよ。頼まれたとはいえ、自分の引き合わせた友人が振られてしまうのはなんだか心苦しかったので、私はなんとかユイの暴走を止めようとした。告白はもっとお互いを知ってからの方がいいんじゃないかなと。でもやっぱ気持ちは抑えられないし、今から LINE してみる。ちょっと待って。そしてここからユイの返信が来ることはなかった。そして翌日、カイリー、昨日なんだけどさ、ユイからその連絡とかあった？ああ、告白された。やっぱり言ったか。で、なんて言って断ったの？断るの前提かよ。まあ断ったんだけど、ああいうタイプの勘違い女にはビシッと言ってやった方がいいんだよ。じゃないといつまでも痛い女のままだからな。で、なんて言ったの？はい、私もカイリ君のこと好きになっちゃった。私と付き合ってください。ごめん無理。配信の時の君を見て、可愛くて明るい子だなと思って紹介してもらったけど、実際の君は正直可愛くないし、待ち合わせに遅れてきても謝らない、人の話は聞かない、傲慢な子だって分かった。早く自分が勘違いしていることに気づいた方がいいよ。辛辣。ここから返信なし。ごめんな、紹介してもらったのに。いや、まあ正直私もユイにはあの性格を直してほしかったし。あ、そうだ、今日の配信どうしてんだろう。いつもこの昼休みの時間に配信を行っていたユイ、アプリを開くとユイが配信をしていた。よかった、とりあえず生存は確認できたわね。リスナーさん、ごめんなさい。私、ユイメロはしばらく自分を見つめ直すために旅に出ようと思います。絶対今よりもっと素敵な女性になって帰ってくるので、待っててね。え、旅って？ユイの様子が気になった私はすぐに連絡を取り、その日ユイに会うことにした。ごめんねユイ、私が紹介したばっかりにユイのことを傷つける結果になっちゃって。いいの、ラムのせいじゃないわ。カイリ君に言われたこと確かにショックだったけど、全部本当のことだから。ユイ、私人と面と向かって話すのは苦手だけど、おしゃべりは好きなんだ。だからライブ配信みたいな一人喋りならできると思って始めたんだ。それを面白いって言ってくれる人もたくさんいて、でも
リスナーさんが増えていって、最近は話の内容じゃなく容姿に注目する人も増えてきて、可愛いって言われることも増えて、私調子に乗ってたんだと思う。可愛いって言われてるのはアプリでがっつり加工した偽物の私なのにね。ゆい、確かにがっつり加工しすぎてて、ゆいメロとゆいは別人だけど。え、ちょ、ラム？でも私はゆいの配信面白くて好きだよ。だから配信の時みたいに、こうして友達としてもっとゆいの話聞きたいって思う。画面の向こうのリスナーじゃなく、私ともっといっぱい話そう。ラム、うん、ありがとう。こうしてゆいと私は大学時代よりももっと仲のいい友人になった。そのカイリって男もひどいね。普通女の子に向かってそんなにはっきり言うか。あいつは高校の時からそうだったのよ。空気を読まない一匹狼的な。でもそこがかっこいいのよ。どうやらゆいはカイリのことをまだ諦めてないらしいです。頑張れカイリ。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。リノです。いやー、加工アプリね、すごいですよね。配信アプリで顔を出すのはやったことはないので、なんかそういうのでどれぐらい漏れるのかわからないんですけど、まあね、ね、漏れて楽しくおしゃべりできるんだったらすごく興味はありますね。はい、まあね、こう言われて結構、まあ自分も悪かったなって心を入れ替えるというか反省するみたいな展開は個人的には結構好きなので、はい、楽しく演じさせていただきました。はい、まあね、それはちょっと違うんじゃないって言ってもらえる友達ね、大切にしたいなと私も思います。はい、じゃあまあそんな感じで今日は短めなんですけど、ちょいちょいねコメントを見てると、今回は短かったなとか書かれてるので、長い方が好きな方が多いんだったらすごくいっぱい喋りますけど、まあ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 、コメントいつもありがとうございます。楽しく拝見してますので、また今日もね、よかったら書いていってください。はい、では、よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。バイバイ、またね。トプラの漫画の動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると制作チームの励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお待ちしております。